ラグビースクールは、英国王室、エリザベス女王一世の時代、1567年に創立されたイングランドで最高峰のパブリック、スクールの一つ。13歳から18歳までのボーディングスクールで、ザ・ナインと呼ばれる、英国トップ校9校のうちの一つ。イートン校などと並んで、卒業生が、オックスフォード大学やケンブリッジ大学、ラッセルグループの大学に進学する、最難関進学校として知られる。革新的な校風であり、1976年に男女共学化している。定員は850名で、ほとんどの全員の生徒が、ハリー・ポッターで描かれるようなハウスと呼ばれる寮で、暮らしている。200ヘクタールの広大なキャンパスには、学校が街を形成し、ラグビーフィールドが14面、乗馬及びポロフィールドが6面など充実した、スポーツ施設、劇場、教会、模擬国会、サイエンスセンター、外国語センター、デザイン&テクノロジーセンター、アートセンターなどの施設がある。年間の学費は、寄宿生で35,000ポンド。1823年、同校が、ラグビーフットボールの発祥の地となったことも有名。その様子は2015年に英国で開催されたラグビーワールドカップのオープニングビデオで映像化されている。フットボール発祥の地と言われるグラウンドバターフィールド建築の校舎、スクールチャペル内部ラグビー校最古の中庭英国エリザベス女王一世の御用商人として豪商に成長したローレンス・シェリフが1567年、ラグビー校を創設した。当初は、ラグビーとそれに隣接する、ブラウンス・オーバー村の若者たちを教える、無料の小学校であった。17世紀後半、教養を身につけさせたいと思う富裕層の子供たちの寄宿学校に発展していこうとしたが、うまくいかず近隣の子供たちの学校のままに止まった。1823年、この学校で、ウィリアム・ウェッブ・エリスという少年が、フットボールのルールを勘違いして、ボールを両手で抱え込んで、エンドラインの向こう側まで持ち込んだことから、ラグビーフットボールというスポーツが誕生したという逸話がある。しかし、当時ラグビー校のフットボールに定まったルールはなく、ボールを手に持って運んでいいかどうかは試合前に、話し合いで合意されていたため、この逸話が真実であるかどうかは議論の余地がある。エリスは1816年から1825年まで在学し、オックスフォード大学卒業後は聖職者となっている。また著名な卒業生としては、数学者であり、不思議の国のアリスの作者であるルイス・キャロルが1845年から1850年まで在籍していた。第二次世界大戦開戦時の英国首相であるネビル・チェンバレンもまたラグビー校で学んだ。1828年から1842年まで19世紀の英国を代表する偉大な教育者と言われたトーマス・アーノルドが校長を務めた。彼はラグビー校をイギリスの学校制度にとって模範となる学校に変革した。その全人教育的な教育原則は、英国ボーディングスクールの生活を生き生きと描いたトマス・ヒューズの長編小説、トム・ブラウンの学校生活によって、キリスト教的紳士の理想とともに、世界的に有名になった。トム・ブラウンの学校生活は、寄宿学校をモデルとした学園小説として、後に、ハリー・ポッターの原型となったとも言われる。1976年からは男女共学制移行。1967年には創立400周年を迎え、英国エリザベス女王2世とフィリップ殿下が学校を公式訪問にした。2017年には同校初の海外インターナショナルスクール、ラグビースクールタイランドを開校した。開校400周年に際し、エリザベス2世がラグビー校を訪問同校の日本姉妹校、ラグビースクールジャパンを2023年に、千葉大柏の葉キャンパス開設する計画が発表されている。パブリックスクールのハウスシステムを始めたのは、ラグビー校が最初で、このシステムの成功により、イートン校、ハロー校など、他の私立学校にも浸透し、イギリス独特のボーディングスクールのスタイルになった。ラグビー校には15の寮があり、女子寮はミストレス、男子寮はハウスマスターと呼ばれる寮長が学生のケアを行っている。それぞれの寮には紋章と寮のカラーがある。トレードマークは赤色のライオン。英国国王エドワード7世が1909年にラグビー校を訪れた際に語った言葉カテゴリー、ラグビー校出身の人物も参照。ありがとうございます。